どうも、アイチです。今回プチ相談なんですが、いつもみたいに一つの質問に答えるのではなくって、最近来た相談をですね、まとめてババって答えていこうと思います。まあ、こんな感じ、いくつか4つぐらいかな、主に答えていこうと思います。じゃあ早速ね、まず1個目なんですけど、これ中3生でね、中3の女の子、受験生からね、届いたやつで、予習と復習の割合、ちょっとすみません、パソコンの画面とスマホの画面に質問出してるんで、ちょっとちょこちょこ見てるけどごめんね。予習と復習の割合ってどうすればいいですかっていう相談ですね。で、これ結構来るんですけど、個人的には、例えば8-2で復習しなさい、8を復習にしなさいとかっていう数字で決める必要はないかなと思ってます。一番はね、自分にとってやりやすい比率というかバランスをつかめたらさ、もうその感覚でやったらいいと思うんですよ。その子の感覚でいいし、この子の感覚でやったらいいと思うんですけど、なかなか難しいのは、やっぱり予習をね、勉強の中に組み込むっていうのはね、結構な慣れが必要なんですよね。で、なんでかっていうと、予習っていうのは当然先に自分で勉強するじゃないですか。で、それを初見でやってるから、解き方とか全部その面も自分でカバーしなきゃいけないんですよね。いや、それをやった上で、じゃあ学校で確認みたいな、授業実際やって、あ、やっぱそういうことか、とかできたっていう形ですよね。で、これってやっぱ活かしにくいというか、なかなかリズムが作りにくい。でもその分復習っていうのは、先に学校とかでやってくれて、まあ、説明をしてくれると。それを自分が覚えてるかな、できるようになってるかなっていう確認作業で済むので、基本的には予習に慣れてないんだったら、もう復習10ぐらいでもいいです。個人的には。自分もそうやって勉強しちゃってましたけどね。まあ、例えば得意な数学とか自分の場合はね。は、予習もちょこちょこやってたし、まあ、例えば高校の時は予習やれっていう先生だったから、予習やってましたけど、中学生のうちはまあ復習メインでもいいのかなと思います。で、この子もう一個質問があって、夏休みの入ったら、その予習復習の比率って変えた方がいいですかっていう質問があったんですけど、基本的にはそんなに変えなくていいんです。いいんですけど、夏休みちょっと意識してほしいのが、最初、7月中とか8月の前半とかはもうね、復習がっつりやってください。もう1、2年とか3年の今まで勉強した内容で、できないところもガンガンできるようにしていこうっていう、穴をどんどん埋めていくぞっていう作業に当ててください。ただ、後半ぐらいからは少し予習をやってほしいっていうのが個人的な思いです。で、なんでかっていうとですね、その夏休み明けたら今度過去問をね、始めていきたいんですよ。まあ、9月すぐじゃないんですけど、10とか11がちょこずっと始めていきたいんですよね。志望校のレベルにもよりますけど、その時に、もちろん過去問なので、中3の勉強全部出ます。習ってないんですよ、その部分学校で。だから学校で習うのを待ってると、すごいね、こう、なんだろう、その辺を意識してる先生だったらさ、結構早めにやってくれるんですけど、割とそうじゃないんですよね。なんでかって、忙しいのと間に合わないんですよね、学校の先生の授業が。結局1月とかまでかかってしまうと、本当は受験直前でやっと過去問できるとかになっちゃうと遅いんですよ、それだと。だから、ある程度マニアックなところまで、応用問題までできなくていいんですけど、数学とかでも、例えば公式とか、最後の方三平方のね、公式が出てくるんですけど、あの辺とかも公式だけはまず覚えて使えるようになってほしいみたいなところはあるので、ちょっと、夏休みの後半ぐらいからは予習を意識したい。だ逆に言うと、そっから予習を入れなきゃいけないから、その前までは復習だけでいけるの。集中できる。だからそこでちょっと復習やっぱり頑張んなきゃなっていう風にやってもらえたらと思います。で、1個目。これがね。で、2つ目がですね、今度内申についての質問です。内申点ですね。で、通知表、まあ内申点あげたいと。まあ受験に関わるんでね、これもすごく大事な。ここをまず内申を意識できてるのはすごく素晴らしいですよね。で、まず、先生に質問したら、内申点上がるのっていうところなんですけど、これはですね、厳密に言うと、そんな上がんないっす。質問したぐらいじゃ。ただ、例えばね、じゃあ、もしみんなが先生だとするじゃん。で、先生も、例えば3、4、5とか1、2とかつけるわけですよ。じゃあ、点数でさ、例えば、この点数言ってたら絶対4とか決まってればいいんですけど、微妙なラインの子出てくるわけですよ。うわ、3かな ?4 かなみたいな。だから、3.99か4.01 かぐらいの比率はするじゃん。その際どいところ。だから4いってなかったら3に落とさなきゃいけないっていうルールがあったらさ、3.99 だと3なわけですよ。ほぼ4なのに。うわ、際どい、どうすっかなーってなった時に、やっぱそこは先生も人なんで、例えば質問してくれてるとか、質問し、しに来てたらさ、あ、こいつは頑張ってんだなっていう、そのできるようになりたいんだなっていう、やっぱ好感は持つよね、当然。質問来てくれてる方が。だそういったところで、ちょっと印象が良くなるから、その、際どいところで上に上がりやすいっていうのはある、実際に。あるけど、じゃあ質問したから、1点加点、2点加点とか、そういったことは基本的にない、と思ってる。なぜなら俺は先生もやってないからわからないけど、まあ、聞いた話ですけどね。まあ、そんなとこです。
で、あとは、ワークとかプリントの提出物の中身を、どうしたら内申点上がるかっていうのは、まずこれはもう提出ですよね。当然提出する。ちゃんと。で、期限を守る。これも当然のこと。これを守った上でですけど、答えをさ、まあ、写すときもあると思うんですよ。これ、写したことない方はごめんね。話関係ないと思うんですけど、写すときも、できる限り写したなってバレないようにやってほしい。これね、技というか、これで考えてごらん。もう全部写したらわかるから、赤で返したら。じゃあ、そこをちゃんと赤でも途中式を書いたりとか、ただ答えを写すだけじゃなくて、途中式を書いたりとか、書いてるんだけど、途中、ね、赤で書いた隣に、自分で黒で書いて、もう一回解いて丸つけてる。こいつさ、やり直しやってんじゃん、みたいな。ちゃんとやってるね、ワークなのか、ただただ写したワークなのか、これは違います。これは評価変わるから。だから、答えを写すにしても、時間をかけて、当然勉強するために写してるわけだから、それもね、一個のね。だから、そこの部分はやっぱり関わってくるので、うん。基本的には期限を守ってちゃんとやってればいいと思います。で、字が汚すぎるとかはもちろんちょっと減点食らうはずなので、そこも意識しなきゃいけないんですけど、まあ、その面かな。そんなに、なんだろう、すげえしっかりしてるから超いいワークだね。プラスとかそこまではないと思います。答えを写したらバレるのはちょっと良くないですけどね。で、もう一個が発表ですね。授業中の発表。これの内申なんですけど、これも先生によります。さっきと同じ。発表いっぱいしてたら、まあ、授業態度の部分が出てくるので、みんなの通知を見てほしいんですけど、中学生ね。多分、ABC の書いてある方が多いと思うんですよ。で、4つぐらい欄があって、多分一番下かな。関心欲態度ってあると思うんで、ちょっと後で見てみてください。関心欲態度。これ全部の科目にあるから。で、関心欲態度っていうのは、それテストの結果一点も関係ないです。関心欲態度は授業態度と提出物のみで決まるものなので、そこに関わってくる。だから、そこで A が取りやすくなる。その発表とかしっかりしてればね。だからそこはすごい関わります。そう。で、そこで A を取るか取らないかによって、やっぱ通知表の数字も変わってきたりとかするので、まあ、発表はできしないよりした方がいいです。うん、しっかり。うん、っていうとこかな。でも、発表をいっぱいしてればすげえ加点されるってよりも、ちゃんと授業聞いてるかなっていう方がやっぱり大事かなって思います。寝てないの？喋ってないの？とか、出歩いてないの？とか、その辺もね、やっぱ関わってくるので、まあ、その辺意識してもらえたらと思います。今何分？やばいね。あと2個か。で、次ですね。次が、ちょっと待ってね。問題集のない教科の勉強方法を教えてくださいっていう質問が来たんですけど、これちょっとね、自分がいまいち分かってないんですが、これ学校のテストでいいんですよね。例えば副教科とかの話なのかな？ちょっとピンとこないんですけど、まあ、例えばその学校で問題集配られてないとしても、書店で売ってるなら書店で買ったらいいと思うんですよ。それが問題集代わりになるとは思うんですけど、でも学校の定期テストを対策したいんだったら、学校の定期テストをテスト作るの誰って先生ですよね。目の前の先生。じゃあその人に聞いたらいいんだって。え、何勉強したらいいですか？先生、ワークなくてさ、勉強するの困っちゃうんですけど、何やったらいいですかねって聞いたらいいんだって。で、もうちょっと聞き方でもね、そのね、何やったらいいんですかって、喧嘩腰で言ってもさ、教えてくんないから、ちょっとこう、媚び売る感じでね、先生って、ちょっとこの次のテスト何点取りたいって頑張ろうと思うんですけど、何勉強したらいいですかねって、いうこと聞いたらいい。で、ちょっと渋るかもしんないけど、ヒントぐらい言ってくれるから、例えばプリントとかさ、わかんないよ。なんかね、ノートとかわかんないけど、なんか言ってくれるから、それをやったらいい。で、それも教えてくんないんだったら、まあ、書店でいいんじゃないかな、と思います。で、ラストですね。で、ラストが勉強する場所です。ちょっとね、メール変えますね。これか。勉強する場所。これはですね、図書館でやったりはいいんですかとか、あとは、どこ、なんだっけな。塾の自習室と、あとはあれだ、ファミレスとか、かな、店とかもあったんですけど、これね、個人的にはどこでもいいと思ってます。自分は。で、俺は、一箇所で集中するのがあまり得意ではないんですよ。なので、三箇所ぐらい勉強する場所をもう作ってて、家と、学校と、あとね、児童館が近くにあったんですよね。そこ、自習室があったんで、そこの自習室3箇所。で、あとプラス1個はマックだったんですけど、マクドナルドね。自分ね、あんま良くないんで、ほんと良くないんで、店はね。良くないんだけど。その4箇所で、その時の気分によって、例えば、毎日毎日自分家の勉強漬けでやってたら、若干飽きてくるんですよね。で、集中できなくなってきたなと思ったら場所変えたりして、で、今日はここでやろうみたいな風に使ってました。で、まあ、音楽を聴きながらの勉強にもちょっと関わってくるんですけど、雑音があると、やっぱり勉強効率は下がります。若干。下がるんですけど、自分はね、その、例えば、Mac とかその、周りの雑音はあんまり気にならないタイプで、ただ、その暗記系はやらないっていう。音楽聴きながらとか、雑音がある状況なら暗記は絶対やめた方がいいので、その雑音とか音楽聴くときは、一回やった問題を、その、やり直しというか、ちゃんと覚えていくかなって、やり直しの時をそれに当ててたんですけど、その場所によってね。
でもまあ場所は別に図書館でやろうが自宅でやろうがどこでも構わないです。自分多分何箇所か作っておくといいのかなと思いますので、あんまりこだわんない方がいい。ここでやんなきゃって思っちゃうと、そこでやんなかった時に自分がこうなんかやれてないっていう落ちちゃうでしょ、気持ちが。そうなっちゃうぐらいだったら、まあ場所を今日はここでいいかなって、そのちょっとルーズでいいんで、気持ち的には今日はここにしよう、今日はここにしようっていう、結局は勉強できればそれでいいわけなので、そうあんまりこう固く考えすぎずにやってもらえたらと思います。